はい、皆さんこんにちは、トトリキングダムです。今日も元気に坂つくやっていきましょう。ということで本日はですね、お知らせ追加が来ておりますので、そちらを見ていきたいというふうに思います。こちらですね、まあ、毎度毎度そうなんですけど、このアップデにいつも間に合わないのちょっとやめてほしいですね。一緒にやってしまいたいところなんですけど、後々、追加されて、ということになってますので、まあそんな数時間の差なんでね、なんとか運営さんこれ同時に、ここに入れれるようにしてもらいたいところですね。はい、ということで SWCC のリザルツ来ておりますので見ていきたいと思います。今回もですね、たくさん塾生さん頑張っておりました。大活躍でございましたので、塾生中心にですねお伝えしていければなというふうに思います。はい、シルバーディビジョンですね、チャンピオン今日お父さんが FC さん、ドルーピー SV、FC バンディッツコーチさん、KH 藤子 FC ひなさん、おめでとうございます。シルバーディビジョンもですね、今はちょっと、数値上がってきてますので結構大変なんじゃないかなというふうに思いますね。塾生の方がいらっしゃいますかね。いたんですけど、はい、いました。ベスト8上がっております。 FC ファンタジスタ塾生さん、おめでとうございます。何、あ、コーラ取っといて、あの入り口にある。はい、そして他に塾生さんはシルバーディビジョンいらっしゃいました。横浜塾生さん、おめでとうございます。それからはい、という感じですかね。ブロンズディビジョンですね、 FC 立川 TKD さん、おめでとうございます。ルーラ FC さん、おめでとうございます。そして塾生さんがさすがにブロンズにいらっしゃるかな。ん？スパイダーマンの袋。はい、ルーキーディビジョンですね、チャンピオンベルマーレ平塚さん、おめでとうございます。そして、おっと塾生ここにトップベスト16ですね、渋谷笹塚塾生50さん、ベスト16おめでとうございます。渋谷さんはこれはサブアカの方ですかね。すごいですね、サブアカもしっかりと、ベスト16に入るというところですね、さすがでございます。さあ、そしてこちらですね、ダイヤモンドディビジョンからゴールドディビジョン行きたいと思います。さあ、最上位ディビジョン、ダイヤモンドディビジョン、チャンピオンは BKB サンライズアット TK さん、おめでとうございます。そして準優勝ベルディ川崎さん、おめでとうございます。そしてベスト4ですね、アヤセナル FC さん、そしてアンドゥムルメステール、さん、おめでとうございます。そしてベスト8ジミーさん、そして KH マーシー大阪さん、さあそしてここに来ました TKB 母校玉造温泉 SC 塾生さん、おめでとうございます。そして BKB リンクス松山さん、おめでとうございます。食べていいよ。うん、だってお菓子食べるから、うん、これ食べるって、うん、うん、食べて。でも今食べるんだよ。うん、はい、そしてベスト16ですね、北海道 FC トッツさん、おめでとうございます。タロスキー FC さん、おめでとうございます。ジュジュ終わりさん、おめでとうございます。シュワルツランセンレイターさん、おめでとうございます。ガチャピン FC さん、おめでとうございます。 BKB アルファード FC さん、おめでとうございます。 AC ミランさん、おめでとうございます。パワーゲーテ水木 PGM さん、おめでとうございます。そしてですね、まあ、ここのベスト16には惜しくも入れなかったんですけども、32-64 というところまで勝ち上がって、いった塾生の皆様、そして他のオーナーの皆様もお疲れ様でした。毎度毎度そうなんですけども、思うような結果が出なかったとしてもですね、やっぱりこの SWCC、毎回毎回毎月毎月来ますので、楽しくですね遊んでいけたらいいのかなというふうに思いますし、ダイヤモンドディビジョン、ゴールドディビジョン、シルバーディビジョン、こういったディビジョンの、トップ100、まあ、もしくは200に入っている方々はもうそれだけで、最強の証だと思っておりますので、自信を持ってですね楽しんでいければなというふうに思っております。そしてプラチナディビジョン見ていきましょう。チャンピオン ASA さん、おめでとうございます。 FC、お花さん、おめでとうございます。準優勝が TZB
ポンさん、PEP、さんおめでとうございます。FC セゴドンさんおめでとうございます。そしてベスト4に熟成入っております。FC ロックネーションズ熟成さんおめでとうございます。そしてレアルマドリードさんおめでとうございます。ループでループさんおめでとうございます。千葉プール FC さんおめでとうございます。そしてベスト8ですね。熟成入っております。遊びダンジョン熟成さんおめでとうございます。ベスト16ですね。長崎キングダムさんおめでとうございます。そして、メンゴ FC 熟成さんおめでとうございます。そして、ソレイル FC 熟成さんおめでとうございます。ということで、また今回も熟成がたくさん決勝トーナメントに出場して勝ち上がっていっております。さあ、ゴールドディビジョン見ていきましょう。FC 群生さんおめでとうございます。FC さんおめでとうございます。 FCG ベルゴミ19さんおめでとうございます。カニタマ FC さんおめでとうございます。ヤドゲン FC さんおめでとうございます。カオ FC さんおめでとうございます。そして準優勝川崎シティさんおめでとうございます。あ、 GRTS のボスですね、半沢直樹さん入っております。さすがでございます。はい、あとはそうですね、こちら、オプト熟成さんおめでとうございます。ベスト4ですね、素晴らしい。ゴールドディビジョンはやっぱりすべてのディビジョンの中でやっぱり参加者が、とても多いクラスになっておりますので、ここでですね、このベスト16に入るっていうのはかなり至難の業ですね。はい、おめでとうございます。そしてはい、FC 神南熟成さんおめでとうございます。あ、麦わらの七味熟成さんは熟成、これは熟成ですかね。はい、おめでとうございます。そしてベスト16ですね、いらっしゃいました、なんやかんやオルフェさんがまたしっかりと入っておりますね、おめでとうございます。あとは GRTS、はい、あとはいらっしゃい、本当に多いですね、やっぱりゴールド隊はすごい数だな。はい、ということで皆様本当にお疲れ様でした。読み忘れてる方がいらっしゃったら大変申し訳ございません。JBG さんを結構飛ばしがちなんで、飛ばしてないですよね。はい、ということで皆様本当にお疲れ様でした。第33回大会でしたね。はい、今回ダイヤモンドディビジョンに関しても7名の熟成が決勝トーナメントに進出するというような快挙を成し遂げております。残念ながら優勝者は今回は出ませんでしたけども、また次回ですね、楽しんでいければなというふうに思っております。はい、あとですね、まあこの動画に関しては、こちらのお知らせに来ていたSWCC 33回大会の発表という形にさせていただきます。あとはですね、ちょっと見ていきたいのが、まあベスト16には、惜しくも入れなかったんですけども、決勝トーナメントに進出している熟成の方もいらっしゃいます。はい、まあ、あの完全に熟成向けの動画に、ここからはなってしまいますが、ご了承ください。ヤス FC 熟成さん、残念ながらベスト64での敗退でございましたけども、やはりダイヤモンドの決勝トーナメントに出るというのはもう至難の業でございますので、おめでとうございます。そして、陸軍長野学校蹴球団熟成さん、おめでとうございます。こちらもですね、決勝トーナメント進出、残念ながら、ベスト64で敗退という形になってしまっております。まあそうですね、結構運的な要素もあったりしますので、 GRTS 単勝熟成 B 組さんおめでとうございます。決勝トーナメント、ところが同じく64、まあすごく気持ちはわかります。D の血族熟成さんも、残念でした。やっぱり1回戦突破するかしないかってすごく大きいんですよね、やっぱ楽しめるかどうかっていうところで、一瞬にして終わってしまいますからね。はい、あとバンディッツ東京熟成さんも今回、残念でしたね。はい、あとは私ですね、私も初戦で負けてしまいました。はい、というところですね。あとはプラチナディビジョン見ていきましょうか。はい、
64、これちょっと待ってくださいね。トーナメントを見るよりも、あ、そっか、でもトーナメントしか見えないのか。これが見たいですよね、これが。各ディビジョンの。見えないんだ。トーナメント表しか見えないんだ。そっか。じゃあ、プラチナ行きましょうか。はい、プラチナディビジョンですね。熟成の方で、残念ながら64で敗退されている方、こちらですね、ベスト32位まで行ったんですね。はい、ニュータイプ同好会熟成さん、見事決勝トーナメント進出、そして1回戦突破おめでとうございます。アバンツァレートさんも予選57位で通過、残念ながら初戦落としてしまったということですね。ただしプラチナディビジョンで決勝トーナメントおめでとうございます。そして FC ロックネーションズさんはさっき読ませていただきましたね。はい、あとはメンゴさんも読ませていただきましたかね。ベスト16だったかな。はい、そして熟成の方はいらっしゃるかな。こんな感じですかね。はい、ということで次のブロック見ていきましょう。プラチナは 2山ですね、あったみたいですね。はい、こっちは、はい、遊びダンジョンさんはお伝えしましたね。勝ち上がってらっしゃいましたので、はい、クラングフィルム熟成さんですね、1回戦突破おめでとうございます。残念ながら2回戦あと1個勝ってエンブレムをというところでしたけども、残念です。また次回頑張っていきましょう。さあ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 、アイマナ FC さんも、おめでとうございます。1回戦突破、残念ながら次がっていうところでしたね。次回頑張っていきましょう。はい、っていう感じですね。プラチナディビジョン、はい、ゴールドディビジョン見ていきたいと思いますが、すごいな、トーナメントが6つもありますね、すごい。はい、熟成の方で出てる方見ていきたいと思います。はい、こちらですね、読み方が分かりませんが可愛らしい絵文字の熟成さんおめでとうございます。ゴールド対決勝トーナメント、残念ながら1回戦で、ネラズーリさんにやられてしまいましたね。予選17位突破ですからね、残念ですよね。さあさあさあ、そして熟成の方、はい、ユバヤン熟成さんおめでとうございます。決勝トーナメント1回戦残念でしたね。こちらも同じく15位突破しての、予選50位の川口さんにやられるという悔しい気持ちはわかります。はい、そして陣南さんはこれはベスト16までいってらっしゃいますもんね、おめでとうございます。はいはいはい、あとは、はい、っていう感じですね。すごいですね、ゴールド帯の山の数。はい、3つ目の山に行ってみましょう。熟成の方、3つ目の山、はい、サイレンス鈴鹿 FC 熟成さんおめでとうございます。あと1個でしたね、ベスト32で予選4位突破でのこちらはすごく悔しいなというふうに思いますね。はい、そしてそしてやっぱり16に入れてないっていうだけで決勝トーナメントに行っている、熟成さん本当に多くいらっしゃいますよね。おっと待った、ゴールドの4つ目ですね。はい、麦わらさんか、レオーネ FC 熟成さん残念、予選8位で突破したのに、初戦で負けてしまう、これ悔しいですよね、わかりますよ。予選のランクが高ければ高いほどですね、要はその下と上とのこうマッチアップになるので、やっぱそこの差が大きい分だけ初戦突破できないとすごく悔しさは倍増しますよね。はい、あとはボストン FC 熟成さんですね、残念ですが、はい、
さあ続いて、5つ目の山ですね、見ていきたいと思います。はい、まずはなんやかんやさんはお伝えさせていただきました。はい、 TKB ボコサガン久留米熟成 B 組さん残念でした。でも決勝トーナメントおめでとうございます。初戦で負けてしまいました。はい、続いて JBG さん、よかった、見落とさなくて。はい、三軒茶屋シューターズ JBG ということで、熟成 B 組さんから、初戦は突破しておりますね、おめでとうございます。2戦目で残念ながらですね、負けてしまったという感じですね。次回また頑張っていきましょう。はい、善逸門熟成クラブさん、こちらも1回戦残念ながらという感じですが、ゴールドディビジョンで、決勝トーナメント素晴らしい結果だと思います。さすがです。あ、初戦あれサネケンさんとの戦いだったんですね。はい、面白いですね。はいはいはい、っていう感じですね。さあ最後ゴールド帯の、最後の山見ていきたいと思います。はい、熟成さんっていうか、もうすべての山に熟成がいるのが当たり前みたいになってきてますね。JSB か。はい、はい、YUG トツフリーダム熟成さん、こちらも2回戦で惜しくもという感じですね。6位で決勝トーナメントですね、おめでとうございます。そしてあ、この山は1チームだけかな。はい、ということで以上でゴールドディビジョンですね。そしてシルバーディビジョンも 1,2,3,4,5 山もあるんですね。はい、シルバーディビジョンですね、2山目、こちらレイレックスラス FC 熟成さん、おめでとうございます。予選6位で決勝トーナメントですね。残念ながら初戦で負けてしまいました。これも悔しいパターンですね。また次回頑張っていきましょう。そしてウーセナル FC JBG さんもなんと3位で突破と。あ、これはもうお伝えしてますね、準優勝ですね。はい、さあ続いて、3山目熟成いらっしゃいますかね。はい、川津区育休 JBG さん、おめでとうございます。あ、この方は34突破してベスト16入ってらっしゃいますよね。あれ、僕これ飛ばしてるかもしれないですね、すいません。はい、そしてあとはいらっしゃらないかな。はい、最後4つ目ですね、4つ目の山見ていきましょう。ここはいらっしゃらないかな。サネケンさんのファンも増えておりますよね、すごく。あ、JBG 株式会社ブラストトップさん、おめでとうございます。64突破して次で、残念ながらという感じでしたね。はい、そしてあとはいらっしゃらないかな。はい、ラストですかね、シルバーの5個目の山、ラスト見ていきたいと思います。いらっしゃらないかな。はい、そしてで最後がブロンズか。うわー、1位で通過していたのか。出雲大社 FC 熟成さん、おめでとうございます。1位で通過しての決勝トーナメントで1回戦敗退はきつい。これは結構悔しいですね。はい、そうか、1位熟成さんだったんですね。はい、ブロンズはそんな感じかな。ブロンズ向けの動画ってそんなっていうかほとんど出してないんで、はい、
ほとんど自力でですよね。ブロンズとかどうなるんだろうな、挑んだら。あ、いらっしゃいました。セサタクマさんいらっしゃいますね。おめでとうございます。残念ながら1回戦で敗退してしまった感じですね。はい、春吉丸さんですかね。塾生さんおめでとうございます。決勝トーナメントですね。こちらは、あ、そうかそうか、え、64勝って32も勝ってベスト16に行ってらっしゃいますね。あれ読みましたっけ。はい、っていう感じですね。ブロンズディビジョン二山行きましたね。ルーキーは一つしかないですね。多分さっき読ませていただいたかだけじゃないかなと思いますね。渋谷さんだけかな。さすがに決勝トーナメント、ルーキーはそうですよね。はい、ということで、各ディビジョンで塾生の方が大活躍しておりました。はい、第34回大会の SWCC もまたみんなで盛り上げていければなというふうに思います。できるだけですね、毎回、このように64トーナメントに出た方読んでいきたいなというふうに思います。おそらく、まあ、需要は本当に出て読まれる方だけだと思うので、需要はそんなにないかなと思っていますけども、やっぱり、決勝トーナメントに出て名前を呼ばれたいという声もありますので、その一人のに向けて動画撮っていきたいなというふうに思いますので、まあ、ここまでお付き合いしていただいている方いらっしゃったら本当にありがとうございます。よければグッドボタンと、あとはチャンネル登録ですね、していただければなというふうに思います。それではまた。